ルイス・エイ・デュランゴはパナマ共和国パナマ市出身のプロ野球選手。2003年9月21日にサンディエゴ・パドレスと契約を結んだ。2005年はルーキー級ベネズエラン・サマーリーグ・レッドソックス・パドレスで59試合に出場し、打率342、13打点、65アンダー、19、盗塁を記録した。2006年は ルーキー級アリゾナリーグパドレスで39試合に出場し、打率378、14打点、54アンダー、17、盗塁を記録した。2007年は A-9、ユージーンエメラルズで69試合に出場し、打率367、日本塁が32打点、110アンダー、17盗塁を記録した。2008年は、 AQ フォートウェインティンキャップスと AQ レイクエルシノアストームでプレー。AQ フォートウェインでは93試合に出場し、打率305、1本塁打、25打点、102アンダ、14盗塁を記録した。AQ レイクエルシノアでは17試合に出場し、打率431、10打点、31アンダ、1盗塁を記録した。 2009年開幕前の3月に第2回 WBC のパナマ代表に選出された。シーズンでは開幕を AA 級サンアントニオミッションズで迎えた。AA 級では129試合に出場し、打率281、25打点、128安打、44盗塁を記録。9月14日にメジャーに昇格した。9月15日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で、 メジャーデビュー。この年は9試合に出場し、打率545、6アンダーに盗塁を記録した。2010年3月28日にトリプル A 級ポートランドビーバーズへ降格した。5月25日にメジャーに昇格した。6月2日にトリプル A 級ポートランドへ降格した。7月16日にメジャーに再昇格した。7月24日に トリプル A 級へ再降格した。8月21日にメジャーに再昇格した。8月28日にトリプル A 級へ再降格した。9月7日にメジャーに再昇格した。最終的にトリプル A 級では106試合に出場し、打率。324打点、109安打、35盗塁を記録した。メジャーでは28試合に出場し、打率。 254打点、12アンダ5盗塁を記録した。2011年3月20日に、トリプル A 級通ンパドレスへ降格した。61試合に出場し、打率。243、15打点、43アンダ十10盗塁を記録した。6月21日に、ディフェとなった。2011年6月29日に、ウェーバーで、 ヒューストンアストロズへ移籍した。7月31日にメジャーに昇格した。8月4日にトリプル A 級オクラホマシティレッドホークスへ降格した。8月5日に DF となった。8月9日にマイナー契約を結びトリプル A 級オクラホマシティへ降格した。トリプル A 級では47試合に出場し、打率273、42アンダー18盗塁だった。 メジャーでは2試合に出場し、打率167、1打点だった。オフの11月2日にフリーエージェントとなった。2011年11月22日にアトランタブレイブスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングには招待選手として参加することとなった。2012年4月4日にトリプル A 級グーインネットブレイブスへ配属された。 132試合に出場し、打率、289、45打点、144安打、46盗塁を記録した。オフの11月2日に、FA となった。2012年11月9日に、カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングには、招待選手として参加することとなった。 2013年4月1日にロイヤルズを放出され、4月3日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。4月4日にトリプル A 級シャーロットナイツへ配属された。26試合に出場し、打率。2334打点、21アンダー、5盗塁を記録した。5月11日に解雇された。2013年5月13日にシンシナティレッツと、 マイナー契約を結んだ。契約後は、AQ ペンサコーラブルーワフーズで33試合に出場し、打率。245、4打点、6盗塁と結果を残せず、6月28日に解雇された。2013年7月6日にメキシカンリーグのベラクルスレッドイーグルスと契約。25試合に出場し、打率。318、1本塁だ。 14打点、35アンダー、13、盗塁を記録した。2015年2月7日に、タバスコキャトルメント契約を結んだ。105試合に出場し、打率、304、21本塁が、29打点、130、アンダー、35盗塁を記録した。2016年4月12日に解雇された。ありがとうございます。